あ、どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回はですね、キャンプ用のベッド、いわゆるコットを紹介したいと思います。もう今ね、僕実際に今寝てるんですけれども、もうめちゃくちゃ居心地よくて、もう寝ちゃいそうでした。今回紹介することも前回に引き続きネイチャーハイクのコットです。今2つ2種類あるんですけれども、こっちとこっちは別々の種類、違う種類なんで、今回はこの2つを比較してみたいと思います。その前に皆さんにお知らせがあります。現在録音しているのは8月の14日なんですけれども、なんとですね、いきなりネイチャーハイクから連絡が来て、やり取りしているうちにですね、クーポンコードをもらうことができました。 Amazon で今回紹介するコットを買う際に、クーポンコードのとこにモロケン GO と入力すると 15% オフになります。詳細は概要欄の方に貼っているので、チェックしてみてください。今回紹介するコットは2種類あります。一つは青い方のオーソドックスなコット、もう一つは赤い方のベッドの梁を調節できるコットです。青い方はあのジージさんこと中村克弘さんも動画でおすすめされていました。まずは青い方から見ていきましょう。収納時の大きさはこのぐらいです。直径19センチ、長さ55センチ、重さ 3.1 キロとなります。今回コットを購入した理由は、以前使っていたコットが壊れてしまったからです。以前のコットは背の低いものだったので、収納時の大きさはとても小さいものでした。早速袋から開けてみましょう。袋の中には足が3本、ベッドのフレームとなるポールが2本、ベッドの生地が入っており、見ただけで組み立て方が分かるようなシンプルな構造です。ちなみに以前使っていたコットのポールが青色、太いシルバーの方が今回紹介しているネイチャーハイクのポールです。ほぼ倍ぐらいの大きさの違いがあります。以前のものは曲がりくねっていますが、今回のはそうそう曲がることはなさそうです。簡単でシンプルな組み立て方法ですが、一応ベッドの生地の裏に組み立て方のイラストが書いてあります。組み立て方はまず足を組み立てます。紐でつながれているので、そのまま接続すればすぐにできます。注意点としては、真ん中のポールの向きを下向きではなく上向きにすることです。このように間違っていても簡単に修正可能です。次にベッドの両端にポールを差し込んでいきます。ベッドのこの部分に輪っかがついているので、ポールの最後の差し込みも無理なく行えます。3つの足を組み立て、ベッドのポール部分と接続すれば完成です。ここでネイチャーハイクのコットの良さが出てきます。普通コットの足の部分とベッド部分を接続するとき、かなりの力を必要とします。しかしネイチャーハイクのコットはレバー式になっているので、まず片方の足をポール部分に差し込み、もう片方を軽く差し込んだ後にレバーを動かせば簡単に接続して固定することができます。3つの足を接続すれば完成です。ベッドの梁はとてもよく、叩いてみると太鼓のような音がします。このコットの耐荷重は 150kg となっています。就寝時に使うだけでなく、ベンチとしても使用できるので、ベッド、椅子を持っていく必要がなくなります。座っていてもたわんでいないことがわかると思います。同じくネイチャーハイクの耐荷重 200kg のコットも比較するために購入してみました。収納時の大きさは直径 13cm、 横 50cm と、さっきのコットよりも少し小さくなります。メーカーは同じですが、さっきのコットとは全く違うパーツが入っています。基本的な組み立て方は同じですが、ベッドと足をはめ込めるときに、これはレバーなどがないので力が必要です。針などはさっきのコットに比べて少し弱いですが、それでもピンと張られています。この赤い方のコットの特徴は、足の部分を伸ばすことでベッドの針を調節できることです。しかし新品時はベッドの生地がほとんど伸びていないので、一つしか伸ばすことができませんでした。ぶっちゃけ触ってみた感じ、この機能いるかと思いました。壊れるならここから壊れるでしょうし、あまり必要性を感じない機能だと思います。しかしさっき紹介したコットより収納時の大きさが小さいのはメリットかなと思います。足の部分のガタつきなどもなく、地面からの高さも結構あるので、
これなら快適に過ごせるかなと思います。それぞれのポールの太さの比較はこんな感じです。最初に紹介した青い方のコットのポールの方が太くなっています。比較してみた感じ、最初に紹介した青い方を2つ買っておけばよかったなと思っています。赤い方は耐荷重こそ青い方よりも 50kg 多いですが、組み立てのしやすさやポールの太さなどを考えると青い方が断然おすすめかなと思います。ってことでいかがだったでしょうか。ネイチャーハイカーのコットの紹介でした。以前使っていたコットと比べてポールの太さが段違いで太いので長持ちしてくれるんじゃないかなと期待しています。購入先は概要欄に貼っています。ってことで今回の動画はこれで終わります。ではまた。